10月20日金曜日、全国のお天気をお伝えします。前線を伴った低気圧が発達しながら北日本を通過します。北海道や東北では雨の強まりや強風による横殴りの雨にお気をつけください。北日本は気温が上がらず1日を通して寒くなります。東日本や西日本の日本海側でも朝から雨の降るところが多く、午後は太平洋側でも雨が降りやすくなります。外出時に雨が降っていなくても傘をお持ちください。ただ西日本ではお帰りの時間までには雨が回復しているところも出てくる見込みです。関東では広範囲で雨が降ることはありませんが、にわか雨の可能性がありますので折りたたみ傘をお持ちください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。